体重を減らして健康的に痩せたい人は〇〇に気をつけてください。今回の動画を最後まで見てもらうことで〇〇とは何なのか、健康的に体重を減らして痩せるためにはどうすればいいのかというのが分かってきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、健康的に体重を減らす方法ということで、〇〇とは朝食になります。朝食を取らない方も多いと思いますが、実は朝食を取らないとなかなか痩せられません。質が良くて栄養の高い朝食というのは一日代謝を高く保って体重を減らすためには欠かせない行為です。今回はその朝食について5つのルールを紹介していきます。必ず最後までご視聴いただいて理解してもらえたらと思います。まず朝食を取らない場合でしたら、例えば車に例えると、朝一からガス欠状態でどこにガソリンスタンドがあるかわからない、そんなの車って不安ですよね。体も一緒です。朝からガソリン満タン、栄養満タンで朝を迎えることができると、それは一日安心してエネルギー消費をしてくれます。ガソリンを使えます。その朝食を取らないとですね、やはりエネルギーを使わない、ガソリンを使わないのと一緒です。ゆっくりゆっくり走りますよね。そういったことが体に起きてしまいます。ですので、まず朝食というのは必ず取らないといけないです。睡眠時間が3時間とかそんなに少なくありませんよね。やはり7時間8時間寝てると思います。その状態では筋肉というのは常に分解していってますから、朝起きた状態というのは筋肉の減少を防ぐことをしなければいけません。ですので栄養の高い食事というのを朝から取るべきです。そして朝食というのは1日の摂取カロリーの 25% を取るのがベストと言われております。仮に1000カロリーでしたら250カロリー、そういった感じで朝から取るのがベストです。朝食を取るメリットとしては、ストレスを軽減し健康的な心理状態を保ってくれます。朝からだるいなっていう疲れが飛びます。摂食障害、栄養不足を防いでくれます。それでは5つのルールを紹介していきます。まず1つ、食物繊維の豊富な食材を食べる。おすすめは緑の葉野菜、果物、玄米や全粒粉のパンといった感じです。2つ、プロテインを取る。なかなか運動してない人はプロテイン取らないと思うんですけども、プロテインというのはとても多量栄養素が豊富に含まれてます。ですので足りない栄養素を補うためにもプロテインというのはおすすめです。もし食材で代用するとならば、卵、アボカド、赤身の肉、ナッツ類、あとはスピルリナといった感じです。3つ目、加工食品を避ける。意外と朝ソーセージとかベーコンとか食べちゃったりしますよね。実は加工食品には健康にもダイエットにも悪い塩分が含まれております。その塩分を取ることによって栄養素が失われることがあります。ですので、できるだけ控えるべきです。例えば、ソーセージやハム、菓子パン、手のつく加工食品や糖分の多いシリアルです。意外とシリアル食べてる人多いと思います。ですが、体重を落として健康的に痩せるためには控えるべきです。4つ目、水をしっかり飲む。健康的に体重を落とすならば、いい水分を摂取することがおすすめです。水をしっかり飲むことで、毒素を排出して、消化器官と腎臓を健康に保つことができます。また、お水を飲むたびに、体が熱を発生しますから、お水を飲むたびに、2カロリー、3カロリー、といった感じで消費してくれますから、たくさんお水を飲むべきです。最後に5つ目。いい脂肪を取るということです。脂肪というと太ってしまうのかなっていうイメージもあるかもしれませんが、悪い脂肪を取り除くためにはいい脂肪を入れていかないといけません。もちろんごくごく飲むように脂肪を取ってしまうとそれは良くありません。不飽和の良質な脂肪を毎日適度に摂取するといったことがおすすめです。例えばチアシード、サーモンやツナ、アーモンドやクルミ、オリーブオイル、アボカドなどです。この5つのルールを守って朝食を組み合わせてください。そうすることで朝からエネルギー消費が高め、朝から体の機能が健康的に動き、筋肉の維持、体重の減少といったことにいずれ気づくことがあるでしょう。無理なダイエットはやめて、健康的に朝食を食べて適度に運動する。そうすることで自然に自分がなりたい体型というのに近づいていくでしょう。ということで今回は体重を落とす、健康的に痩せるためには朝食をとって5つのルールを理解していくことで結果がついてくるでしょう。
勉強になった方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録をされてない方はですね、これからも少ない回数、少ない時間で効く効果的なエクササイズ、健康的に痩せるため、体重を落とすために何をすべきなのかといったアドバイスなどを紹介していきます。よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。